スコーンはスコットランド料理のバノックより重いパン。小麦粉、大麦粉、あるいはオートミールにベーキングパウダーを加え、牛乳でまとめてから軽くこね、成形して焼き上げる。粉にバターを練り込んだり、レーズンやデイツなどのドライフルーツを混ぜて焼き上げられることも多い。粗引きの大麦粉を使って焼いたバノックというお菓子がその起源とされ、文献に 初めて登場するのは1513年と言われる。19世紀半ばにベーキングパウダーやオーブンの普及によって現在の形になった。現在では発祥地のスコットランドのみならずイギリス全土で食べられており、また大西洋を渡ってアングルアメリカでもよく食べられている。ユニバーシティカレッジロンドンの言語学者による調査によればイギリス人全体ではほぼ3分の2、 中でもスコットランド人の99%は英語発音 SKN と発音し、残りは英語発音 SKN と発音する。上流階級が用いる発音は前者である。オックスフォード英語辞典によれば、英語のスコーンという名詞は、白いパンを意味する中世オランダ語、スクンブルットに由来するといい、英語での使用が一般的になるよりも先に、 スコットランド語の語彙に現れている。イギリスのプレーンスコーンはアメリカ合衆国でビスケットと呼ばれているものとほぼ同じであるが、ビスケットにはバターの代わりにショートニングを使うことが多く、牛乳の代わりにクリームを使うこともある。一方、北米でスコーンといえばグイリのもののみを指す。北米のスコーンにはレーズンやブルーベリー、焼き上がったスコーンに砂糖油を垂らすこともある。また、 チーズや玉ねぎ、ベーコンなどを混ぜた塩味のスコーンを軽食として食べることもある。イギリス風のお茶にはスコーンは欠かせないものである。イギリスではジャムやクロテットクリームを添えたスコーンを食べながら紅茶を飲む習慣をクリームティーと呼ぶ。一方北米では朝食やおやつに食べることが多く、スコーン自体がイギリスのものに比べて甘いので何もつけずに食べるのが普通である。 お菓子の由来物語猫いイ島著、検討者、ルネッサンス2008年出版ウェルズ、JC、プロナンシエーションプレファレンスインブリティッシュイングリッシュ、A ニューサーベイ、ユニバーシティカレッジロンドン、1998、ありがとうございます。